いや、私リアクターに入ってないです、そもそも。八つ葉さんの割とすぐ後ろぐらい歩いてきてたのは知ってますよね、うん、知ってるし、リアクターに左にリアクターに入ってたとこ見たんですよ。あ、逆です。私あのコミュニケーションの方、コミュニケーションじゃないと、なんだっけ、監視カメラの方。じゃあ10秒後に解散。ダウンロード。教授くん、どうしたの？教授くん、モニカに会いてー。茶色、青、オレンジ。青、オレンジ。いや、青だったか、いや、青じゃない気もする。あれ？はい。あ、ただの確認です。素晴らしい。平和です。平和、平和。平和。平和。平和平和、よかった。そろそろ死ぬと思ったんです、誰かが。今日早いですもんね、もう死ん死体出てたら嫌だったっすけど、逆によかったっす、うん、出てなくて。よかったっすね。出てたらやばかった、黒川が命が。ナイスボタンです。ナイスです。竹雄さん、なんで電卓の前から動いたんすか？また2人でチャイチャしてたの。あ、竹山さん今回動くのか。いや、なんかちょっと再放送になりかねないなと思ったんで。2人でお茶しようとしてたのね、また。そう、動かなかったんで。ちなみにリアクター直した人は誰ですか？高田が下が行った。下、高田ゲッタ。高田さん、夏目さん、ゆいもいました。あと神宮寺もいました。もっときついた時には直ってましたけど。うん、初手右に行った人って誰がいましたっけ？初手右、手右は黒川以外にいました？なんか見てないんで。いる。いや、いたよ。クロームさん、武雄さん、僕、舞子さんですね。ではい、でも多分全員いました。ケースケース。で、ウェポン残ったのは僕と舞子さんで、クロームさんの後を追ったのが武雄さん。うん、なるほどなるほど。あんま覚えてなくて。まあ先頭だったんで。まあ平和と平和ない。黒川が押せないというね、なんか押しずやつがあったら他の人頼みます。はい、黒川さん白いね。白川だ。いや、 やっぱ黒いな。白川なんですね。しごろく入っちゃいそう。前に二人でポン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 って知ってます？ポン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 。ありそうな気配がしたんだけど。アップロード。はい。はい。夏目さんか。夏目さん。ゆいさんって最後どこ行きました？エレクトリカル前です。高田さんともう一人誰かいたような気がする。私メッドベイからユイさんと一緒っていうかだったんですけど、リアクターに行ったんですよ。下場所だけお願いしていいですか？すいません。あ、リアクターなんですけど、リアクターの真ん中の、あ、いや、私リアクターには行ってないですけど、いや、左に行きましたけどね、行ったところを見たんですよ私。あ、ね、夏目さんが、死ぬのって夏目さんですね。ごめんなさい、私投票画面に行けてなくて、夏目さんが、夏目さんです。あ、夏目さんが、
リアクターにいたんですか？夏目さんの死体がリアクターの真ん中にあって、その前にメッドベイでユイさんと一緒になって、私で一緒に左回りでリアクター方面に行ったんですよ。で私ロアエンジンの下に行ったんですけど、ユイさんがまだいるかなってリアクター見に行ったら夏目さんを見つけたんで、多分、いや私リアクターに入ってないです、そもそも。八つ葉さんの割とすぐ後ろぐらい歩いてきてたのは知ってますよね、うん、知ってるし、リアクターに左にリアクターに入ってたとこ見たんですよ。あ、逆です。私あのコミュニケーションの方、コミュニケーションじゃないと、なんだっけ、監視カメラの方、セキュリティ。じゃあ私が見たのは夏目さんだったってこと？まあ多分そうだと思う。衣装が一緒だから。そのタイミングってどこ、どのタイミングぐらいですか？停電明けですか？停電明けた。停電明け、停電明けはセキュリティ誰も入ってません。私アドミンの入室管理見てました。停電後だ。停電後だ。停電後です。停電後の話です。あ、違う違う違う。停電前の話じゃない、ヤツアさんが言ってるのって。だって私ヤツアさんが下に行くの確認したの停電前だよ。停電後に、あ、停電明けてから、あ、停電明けじゃなくて、停電前の話をしてますよね、八つ葉さんって。停電明けないと、ユイさんがリアクターに行ったとこ、私見れないなと思う。え、そしたら、時系列としてちょっとおかしい気がする。だって、八つ葉さんって停電直しに行ったんじゃないんですか？直しに行ってないです。死ぬんだ。え？停電後にリアクター2になったとこ、直しに行こうとしたけど、直りました。いや、これ、マジか。一言も発さなかった男性陣から。そして無言で入れる。しかもこの4票は竹雄さんと僕と高田さんなのは間違いないね。3票はキルが発生すると怖いのどうしました？ゲンです。いいと思います。いいと思います。もうさ、本当にマシだな。そう、さっきのさやつさ、本当に私ユイさんだと思ったんだけど、もし夏目さんがディアクターに入っていくところだったらごめんってめっちゃ思いました。時間教えてほしいですね、やつさんの。その停電のも交えて動きを。まずあれですよね、1回目議論終わった後に私メッドベイに行ったんですよ。メッドベイの試験管のタスクがあって、でその時にユイさんともう一人いたかも、一緒になって、メドベ僕ですね、ジングジさんか、さ初手ですよね、初手です。で3人で一緒にいて、なんか2人おるからまあ大丈夫かって試験管終わらせた時にもうジングジさんいなかったんですよ。それ僕もそうですね、停電起きましたよね、そこで。そうです。でユイさんその時いましたよね。じゃあ夏目さんじゃないですよね、それ。ユイさんだ、メッドベイにいたのって。多分本人も認めてたんで、メッドベイいたんでっていうのは。でそこ一緒にいて、一緒に停電がそこで起こったんですよ。起こってます。で一緒に左側に行こう、左側周りでリアクターの方に行こうとした時にもう治ったんですよ、停電が。で治ったタイミングでユイさんが左に行ったと思うんですよ、リアクターに入っていた。で私ロアエンジン行って、ロアエンジンのタスクして、でユイさん左に行ったけど、その後どうしたんかなって上に戻ったんですよ、リアクターに。そしたら真ん中に夏目さんの死体があったから殺して弁当とかで逃げたんかなって私はユイさんに対して思ったから、ユイさんじゃないって言ったんですけど、ユイさんに会ってないってことですね、その後は。もうその後会ってないです。だから下にロアエンジンの方に下ったって、エレクタリカの方に行ったって言ったけど、会ってないと思うけどなって。ちゃんと交差してないとおかしいってことですよね、もしユイさんが弁当使わずに普通に移動してきた場合は。うん、ロアエンジンのそのタスクの画面開いてるときにバーって言ってて見れなかったっていうんだったら、もうマジで無実だったかもしれないっていうのはあるんですけど。まゆこさんのアドミンの情報と照らし合わせてどうですか？え、まゆこさん間違ってないと思いますけど。よかった。山田さん、ゆいさん見ました？エレクトリカルで。俺？俺ロアエンジンで見てるよ。どういうことだ。ロアエンジンで見てる？重大情報じゃね？あれ、ロアエンジン入ってないって話じゃなかった？うん。ユイさんの目撃情報ってめっちゃ大事
な気がしたので。あ、ゲンデス、さっきなんでこの話をしたかというと、ユイさんがエレクトリカル前で高田さんと会ったって話を釣られる前におっしゃってたと思うので、それは確認したい。まあ、大体合ってるけど、ロアエンジン入り口らへんだから、まあ、ロアエンジン入り口らしい。あ、なるほど、なるほど、OK。廊下って言った方がよかったか。はいはいはい、廊下。あー、じゃあ、無実かもしれないってことは？いや、殺してからベントで移動。まあ、ベントで移動して、高田さんに会ったかもしれないってことですよね。ベントだったら映ってたかもしれないかなって気がする。まあ、わかんねえ。真横です。会ったのって、エレクトリカル側の入り口でお会いしたって感じですか、高田さんは。俺ともう一人さ、誰か近くにいたと思うんだけど、どっちの入り口寄りだっけ？あれ見てない。いや、エレクトリカル寄りかロアエンジン寄りか忘れちゃったわ。あれですか、ロア寄りだったと思うんだけど、ユイさんと会ったの最後。上側ってことですか？最後ってあのレポート直前ってことですか？直前。あ、僕ですね、神宮寺です。どこだった？いや、あのエレクトリカル出たところで僕宝さんと見つめ合ってたじゃないですか。あ、でその時に誰かが走ってきたのは見たんですけど。あ、じゃあそこら辺だわ。まあ結局廊下ら辺ってことだよね。廊下ら辺です。間違ってたら申し訳ないんですけど、リアクターからロア側にパッて飛んだようには見えたので、ベントの可能性はあるかなって思います。いや、まあ結構強固だと思いますよ。真横さんのそのイエスを言っていて、かつ、あとユイさんが左に行ってない、あ、ユイさんがリアクターに行ってないって言ってるのに、リアクターに一人いるっていうベンのアドミンの情報が正しいのであれば、ユイさんが。でもその一人って夏目さんの死体の可能性ってあるんですか？いや、違う。アドミン情報だったら、リアクターで殺害が起きてるんだったら、絶対2になるタイミングがあるよね。2になったタイミングありました。ありました、ありました。ありましたか。じゃあ、合ってんじゃん。それが本当だったら。じゃあ、いいんじゃん。停電明けちょっとしたぐらいで2人になって、そこから1人になってます。あ、じゃあ、それが本当だったら、全部整合性はあるね、それで。あ、よかった。いや、やらかしたかと思ったよ、無実の人。いいんじゃないですか。うん、現です。まゆこさんとか高田さんの情報はか、ゆいさん死んだ後なので、なんかちょっと怖いんですが、多分大丈夫だと思います。そうなんだな。まあ見間違いじゃなければって感じ。やつさんが嘘ついてる感じも受けられないし、イエローオレンジ、じゃあございます。色茶色黒、まえこさん、神宮寺です。エレクトリカル奥で舞子さんが亡くなりになっておりました。その直前でアドミンで、武雄さんもいらっしゃったと思うんですけど、はい、僕はアドミンで見ていたら、はい、なったタイミングでエレクトリカル1が動かなかったんで、はい、いたいましたよね。で、ゲンさんが違うと思ってて、ゲンさんは、エレクトリカル、ね、死体を全く見てない状態でゲンさんと黒川と一緒にエレクトリカルに行ってたはずです。そうですね。なのでゲンさんはやってないと思う。ゲンさん、ロアエンジンにその前いましたよね。はい。で、ロアエンジンにいるのを私確認して、先にリアクターの上の方にいたんですよ。はい。上のタスクやってたんで。はい。で、多分真ん中で待ってらっしゃったんですよね。はい。あの、あれを。でも、人が安田さん見えなかったんですよね。そう、上におられるんだと思って。で、下行ったら、ゲンさんいるじゃんってなって、はい、下に行ってくれたのをすごい確認したんで。はい。
クロムさんもそれセットだったんで、ゲンとクロムさんはとりあえず今回の件は白で置いていただければ。はい、最後さ、俺アッパーエンジン側からさリアクター入ろうとして、ロアエンジン側から来た人間って誰だっけ？トリックカフさんに先端竹雄じゃないの？違う？ロアエンジンまで入ってない。先端さんだったと思ってた。申し訳ない、色までちょっとなった、なる直前だったからちょっと何にもそこまで覚えてないんだけど、ロアエンジンに入りましたっけ竹雄さん。入る前にあった気も、あ、入ったっけ。俺が通路ぐらいまで行った時に誰かが見えたんだよ、なんだか下から上がってくる人間が。あ、通路から。あ、じゃあ僕たちだ。あ、じゃあ2人で行ったわけね。で、竹雄さんの白さは神宮寺さんが証明してるんだったら、はい、竹雄さんは僕の白さを割と証明できるんじゃない、ね、ストレージに、はい、ストレージにいるところから見てるんで。僕もその、うん、竹雄さん来る前までアドミンに先端さんいるの見てるので、うん、アガハイちょっと高田さんが怪しいと思ってるのでついてっても大丈夫ですかね。あ、じゃあ一緒に行動しよう。俺オッケーす。高田さんだけ浮いてるか、あとは、あと八つ葉さんがリアクターにいたこと以外の情報が全くないのは若干気になっています。白っぽいから高田さんと八つ葉さんでもいいけど、まあ黒間さんと高田さんで。見た。行くか。さんじゃないかな。高田さんが最後にユイさんの情報出したのは身内切りでのタイミングだったからっぽいかな。決め手にしたかったのかなって感じがするけど、違うかね。届かない。探し行くか。なんで間違いなさそうなんで。どこで見ました？はい、神宮寺です。茶色竹尾さんが、竹尾さんが、ロアエンジンのあたり、廊下だったら多分その辺です。ちょっとごめんなさい、びっくりしちゃってあれなんですけど、高田さんがやったの見ました。俺近くにいない。俺多分クロムとずっと一緒にいたから。いやごめんなさい、あの電気消えた後がリアクターのタスクをやった後に若干離れてしまったら、別にロアエンジンで殺すことは可能だとは思ってはいます。ええ、すぐ引き返されてたので。いや俺リアクターで一緒にクロムと多分ずっといたと思うけど。いやリアクター終わった後にリアクターの左上に多分高田さんが行ったと思ってて、左上に行っても高田さんがいなかったので、やった可能性は全然あるかなとは。そうですね、もう僕はもうそれ以上は何も。エレクトリカル前で、センターさんとゲンさんですかね、すれ違ったのって。そうですね、私はエレクトリカルでセンターさんは確認してます。あ、まあでも神宮寺がこの主張を飛ばしてくれたと、俺はそこにいなかったから、まあロラでいいよ。別に俺が疑われる位置に入っちゃってめんどくさいから、うん、高田さんで終わると思って、前回のアリバイがなかったのと、あと、ユイさんの目撃情報っていうめっちゃ大事な情報があるにもかかわらず、最後の最後で出してきたのが、まあ、身内切りされるタイミングっていうのを見極めたのかなっていうのと、
あと僕と竹雄さんが、ロアエンジンに行くときに僕と竹雄さんは高田さんを見てないけど、高田さんが見てるってのがインポスター視点なんじゃないかなって。うん。思いましたけど、こんだけ言って違ったらめっちゃ恥ずかしい。間違ってても、センターさんは白だと思います。ゲンです。そうですね。ちゃった。ああ。どっちだ。やったよかったよかったー。ごめんなさい、これはマジでもうほんとごめんなさい。ナイスよかった あれはゆいさんだったんだね。私です、孫うことなき私です。よかった孫うことな、もう単純にもうクソやらかし、ごめんなさい本当に。いや、チャンスチャンス、マジで申し訳なさすぎる。いやアドミン華麗なベントキルでした。そう、なんかゲンさんが最後にあのアドミン見てたのがその、まあ、ゆこさんとかだから、なんかそのなんか死んだ後にあれだったら証言したのがなんかどんどん出てきたのが気になるからなって言ってた時に、はい、そっか、まゆこちゃんと高田さんだったらそっか、なすりつけたいよな、ゆいさんにって思ったんやけど、でも私見たしな、みたいなのになってる時に、まゆこちゃんが死んだから、割と最後の曲も高田さん、そうやなってなった。今回はちゃんと黒でしたけど、シンプルにね、見間違いとかのケースもね、この曲もあるんで、怖いって、ここはね。そう、なんかもう、ちょっと誤りも入りつつ、ゆいさんじゃなかったらどうしようみたいなところで。いや、殺意すごかったですね、ゆいさん。別に殺さなくてもいいかなと思ったんですけど。開幕ほぼお二人しか喋ってなくて、もう。ちゃんと言わなあかんと思って。みんな黙って。ししてゆいさんに連れてくんで。女性二人の議論を黙って。見守るしかなかった。うん、まあ、女性の喧嘩怖いから、あんま男子入れない。キャットファイパーって言ってたもんね。そうそう、にぎやかししてた。キャットファイパーって。よくアドミンの情報をあそこまで正確に覚えてたなって。確かにすごいっすよ、ね、あれマジ、あれがもう決め手ですよね、ゆいさんの黒の、うんうん、あれがなければまだあれなかったらゆいさんに入れてないっすね。いや、あの時アドミンの情報があったから、うんうん、あの時減ったのを確認して私はあの見に行くつもりだったんで、あこれ多分死体出たのリアクターだなって分かった状態で進んでたので、いや方面の人数は覚えてました。強いな。いやありがたかったマジで、あれでゆいさんのとどめさして首を絞めたな感じ。とどめだっつって。いや申し訳ない、ほんと早々に一郎にしちゃって。いや結局合ってたってことですよね、八田さんの目的が。よかった、戻ってくるよね。もうそう、なんかでもいやそれ違いますよって言われたら違うような気してくるから怖いです、ね、違うかもみたいな、ちょっとね、さっき夏目さんだったのかもと思って、いやでも目玉焼き乗ってた気がするみたいな。さっき頑張ってね、あの個人的にあの竹雄さんのあの堂々と、うん、え何言ってるんですかみたいな感じをリスペクトしてやってみたんだけどダメだったね。あのメンタリティすごいもんな。リアクターに行ってないって言い張る勇気。勇気。いやマジで女性部屋だったらおもろかったな。喋らんと思って。高田さんが最後に情報出したの怪しいなと思ったんですけど、これでも途中からあの高田さんと一緒にいた時にこれなんかあんま殺さないからずっとついてきてくれるから、あ高田さんって本当に喋れなかっただけの人かなと思ってた。途中で女子の会話に口出しできない人かなと思った途中で。いや僕も結構高田さんと見つめ合う機会終わったんですけど、やられなかったんで白いなと思ってたんですよね。結構安心してたんですよね。我慢してたんだ。そしたら目の前で。目の前で。いやあれ。言われたことはなんか投票画面に行くときにちょっとバグっちゃってて、私視点バッチリ神宮寺さんと高田さん見えてて、あの、うん、だからその証言が出るんだったらこっちから言った方が先に
なんかこういいかなと思って言っちゃったんだけど、あれいらなかったのかな。いや、僕はユイさんって分かってなかったんですよね。あ、そうなんですね。誰か来たなぐらいにしか分かってなくて、あの距離だったら見えてると思っちゃったな。言わなきゃよかったな。あ、だから多分視野の広さですよね、多分。